いま。ご飯ちゃんと食べた？そう、よかった。さっき同じクラスの隼人くんに会ったわよ。ゆうたくん元気ですかって言うから、元気だよって伝えておいたからね。ねえ、そろそろ学校行かない？そうだね、まだ無理しなくていいか。あ、電話だ。あ、ちょっと電話かかってきたから電話してくるね。あ、もしもし、先生。いつも気を使ってくださってありがとうございます。弟が事故で亡くなってから半年経ちますけど、まだ父親が亡くなったっていうことを受け入れられてないみたいで。はい、学校に行くのはしばらく無理です。本当にすいません。ありがとうございます。なんで結城くんにあんなことしたんだ？手を出したらダメだろ。大した怪我じゃなかったからよかったけど、大怪我してたらどうするつもりだったんだ？なあ、リュウタ。何か理由があったんだろ？そうだよな、言いたくないこともあるよな。そうだ、ちょっと待ってろよ。なあ、ルールを決めないか？ルール？うちはパパとリュウタの二人家族。たった二人の家族なのに言えないことがあるなんて悲しいじゃん。だからさ、面と向かって言えないことは糸電話を使って話そうよ。どういうこと？ほら、誰にも聞かれなかったらパパにも言いやすいだろ。家族2人だけなんだから、もともと誰にも聞かれないじゃん。ああ、そうか。パパはもっとリュウタと話したい。糸電話ってどうやって作るんだっけ？任せろ。パパ糸電話作るの得意なんだ。本当？いや、作ろう。できた。な、うまくできただろ。やってみようよ。ああ、もうこんな時間か。明日仕事早いんだ。仕事を帰ったら聞かせてくれよな。約束だよ。 OK。 パパお手製だからよく聞こえるぞ。
約束だったじゃん。なんで帰ってこないんだよ。あの日、なんでゆうきくんと喧嘩になったのか話してなかったね。あの日、うちにママがいないのがおかしい。パパだけなんてかわいそうって言われたんだ。だから言ってやったんだよ。うちはパパがいるからかわいそうなんかじゃないって。パパがいいんだって。その話しようと思ってたのに、なんで帰ってこないんだよ。そっか。そんな理由だったら怒れないな。え、パパなの？パパなの？約束だっただろ。面と向かって話せないことは糸電話で話すって。パパのバカ！なんであの日事故に巻き込まれたの？ごめん。パパのバカ！あの日からずっと寂しかったんだから。ごめん。パパのバカ！会いたいよ。ごめん。今日は特別に無理言って話させてもらってるんだ。会いに行ったりはできないみたい。おばさんの言うことは聞いてるか？うん。俺にとっては姉ちゃんなんだからちゃんと言うこと聞いてくれよ。聞いてるって。だったな。パパもめちゃくちゃ寂しいよ。なんで竜太一人置いて死んじゃったんだろうな。竜太が大きくなるのずっとそばで見てたかった。俺はずっとお前のこと見てるから。こうして時々糸電話で話しかけてくれよ。こうやって返事返せるかわかんないけどちゃんと聞いてるから。面と向かって話せないことは何でも話せよ。もう面と向かって話すことないじゃん。そうだったな。でも話せよ。学校で会ったことも嫌なことも全部。ああ待ってる。元気でな。ずっと見てたよ。わかった。おやすみ。おやすみ。ごめんなさい、長電話になっちゃって。おばちゃん、僕明日から学校行くよ。え、どうしたの急に。秘密。なんでそんな急にテンション高くなっちゃったの。秘密。なんかいいことあったんでしょう。秘密。おばさんに教えて。ダメ。ほらダメ、絶対ダメ。